イスラエルオープン大学は、ラーナナに本部を置くイスラエルの公立大学である。1976年に設置された。イスラエルオープン大学は、ユダヤ系の財閥ロスチャイルド家が行う、事前事業の一環として設立された通信制大学である。通信制ではあるが、ラーナナのキャンパスに通学して学んでいる人も多い。本部キャンパス以外に、イスラエル各地に学習センターが置かれており、 学生はそこに出向いて、勉学を行うこともできる。また、イエイ学。2014年の段階で5万人近い学生数を、抱えており、学生数の面では、イスラエル最大である。2016年現在の総長は、ハリー・ケネス・ウルフ男爵。総長代理は、ロスチャイルド家の一員であるジェイコブ・ロスチャイルド男爵。チャンスラーとは名誉職の故障であり、 大学の運営を取り仕切る権限は、総長代理、または副総長にあるのが通例である。そういった意味では、大学運営を取り仕切っている、実質上の最高権限者は、ロスチャイルド男爵である。ただ、ロスチャイルド男爵は、大学のパンフレットや公式サイトなどに一切、登場しておらず、学生向けメッセージなども発していない。パンフレットに、名前だけが掲載されている。 修士の学位が取得できる大学院を設置している。博士課程は設置していない。大学名の読み方は、ハウニバルシタハップトゥハーである。発想を待つ教材バック遠隔教育を行っている公立大学であり、海外のヘブライ語を理解する人間にも入学の門戸を開けている。イスラエル国内の世俗的なユダヤ人、海外で暮らすユダヤ人、アラブ系イスラエル人。 正統派、超正統派ユダヤ教徒、ユダヤ人ではない海外の人間など、多種多様な人々がこの大学で学んでいる。ただし、イスラエル国籍を持たない人間は入学用紙に、パスポート番号を書く必要がある。入学の際に、学力審査、入学試験、面接などはなく、高等学校を卒業していて、ヘブライ語がきちんと理解でき、イスラエルと国交がある国の人間であれば、 誰でも問題なく学ぶことができる。また、日本の通信教育課程のようにスクーリングなどに出席する必要はなく、すべてレポートの提出といった通信教育で勉学を進める。ただ、海外に在住している人間は、試験の1ヶ月以上前に登録をし、自国のイスラエル大使館もしくは領事館で単位習得試験を受ける必要がある。単位習得試験は、学期末にある。 レポート及び期末試験に合格すると単位が習得できる。学期と学期の間には通学課程と同じく1ヶ月程度の休みがあり、この期間中はレポート提出などは受け付けていない。レポート提出は学期内に行わなければならない。学位取得は早くて3年から3年半程度でできる。卒業可能単位数は各コースにより異なる。 一つの専攻で卒業できるコースと二つの専攻で卒業できるコースがある。ダブルメジャーはイスラエルにおいては極めてポピュラーなものである。学費はクレジットカードで払える。ラーナナの本部キャンパスの看板にドロシード・ロスチャイルドというロスチャイルド家に嫁いだ女性の名前が書かれている。ドロシード・ロスチャイルドは存命時代に イスラエルに通信制大学を設立するための調査や資金提供などを行っており、この大学の設立に関わっている。2010年代に入ってアメリカを中心に広がっているムークスの流れに対応し、一部教科が無料でオンラインで学べるようになっている。ありがとうございます。